先日は相談に乗ってくれてありがとうございました。いいえ。えー、今日の午後、えー、5時まで待った結果、返信がなく、未読無視をされていたので、店に直接、今日でアルバイト辞めたいということを電話しましたと。そうすると最初の方は私が直接言おうと思っていたけど、忙しそうだったので、紙に辞めたいことを書いて、帰ったことや、昨晩 LINE で送ったことについて、紙に書いたり、LINE に一方的に送るんじゃなく、店側に言葉を残してから帰るのが当たり前。 のこととお叱りをいただきました。ですが、後半なんとか押し切って、無事貸していた制服をクリーニングに出して持って、これ、えこれそうだったら、連絡してという風な形で話が終わりましたと。電話が始まった時は曲、えー、積極、積極、説教かなお前タイプミスがえがい、えぐいねん、お前昨日から。 お全部お前、あの、俺がちゃんと読み直してたけど、お前。タイプミスがえ、えぐいね。なんだ説教から始まるって。説教からな、多分お。電話が始まった時は説教から始まり、どうなることかと心配でしたが、なんとかやめる方向で進むことができそうですと。うん。先日、昨日な、だから、昨日、プーさんが意見をしていただき、えー、 うーんこうした方がいいとご指導してくださったおかげで今日勇気を出し電話することができたので本当に感謝しています。うん。お前、点使えうん。お前、点を文章の途中点使えお前。このお前、この今の電話が始まった時はから、あのー、感謝していますのところまでで点ゼロやねん。丸一個だけで点ゼロだからクソ読みづらいねん、お前。 うん、点の使い方を覚えろ、お前。ほんで。うん、で、最後にアドバイスをいただきたいんですが、えー、自分は初対面の人やそこまで仲良くない人、最近少し仲良くなり始めた人と、LINE で話すとき、送信する前に自分の書いた内容が相手にとって不快に捉えられないか必要以上に考えてしまったり、送った後に、 これは大丈夫だったかなと考えてしまうことが多々あります。これは正確な問題だと思うのですが、どのように気にしないようにできると思いますか昨日から連日での相談で申し訳ないのですが、最後にアドバイスしていただけると嬉しいですっていうことなんですけど、あの、いや、それでええね。<laughs> それでええ。そう。あの、それを全く考えない人の方が俺はやばいと思うから。あそう。だからそれでいいのよ。 だから別に直す必要なくないうん。で、それが、あの、それを繰り返していくことによって、だんだん精度が上がってきて、で、まあまあ、この程度だったらいいかなっていうところが、あの、なる、あの、判断できるようになってくるから、今それで良い。うん。そう。わかったうん。今それで良いね。うん。そうだね。確かに。俺への相談に関しては、これで大丈夫かなって、なんで確認せない、しないで送ってくるね。アホが。おう。 なんで俺にはその確認をせずに送ってくんねん。お前昨日の LINE からずっとお前5時脱字だからな、お前言っとくけど。うん。なんで俺には確認せんでバンバカ送ってくんねん、ハゲ。あ、おっか。そういうとこやぞ。<laughs> <laughs> うん。まあまあ、でもあの、その、その思いがある人の方が俺は好きです。はい。なので、 あの、それってだんだん、えっ、ー、と、精度が上がってくるんで。はい。それを、それをやらないやつって精度上がらないんですよ、一生。うん。その考えがないやつって一生精度が上がらないです。でも、その考えがあることによって精度が上がってきて、例えば返信のタイミングが早くなるとか、そういうのはどんどんでて、できてくるんで。そう。なので、それは持っといた方がいい感覚です。はい。なので、そのままいてください。だから直す必要がないです、それは。うん。ってことですね。はい。っていうことでございました。